ていきたいんですけれども、はい、まずは世界情勢からちょっと見ていきたいと思います。なるほどね、うん、世界情勢つまり、うん、全世界の経済とか、まあ、政治問題ですね、はい、ついて主要な主なマイナス要因というのを見ていきたいと思います、うん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 、もちろん世界経済とか、まあ、政治にも明るいニュースとか、はい、プラス要因いっぱいあるんですけど、うん、もちろんありますよ、当然あるんですけど、うん、それをはるかに超えるもう超ド級のマイナス要因がいっぱいあるんで、おもうこちらをメインに話するしかないんですよ。そんなに、うん、うーん、なので今からしばらくもう暗い話しかしないですけど、はい、そんなねマイナス要因のだらけの中でも最後には稼げる方法をしっかりとお伝えするんで、うん、最後までぜひ聞いてください、はいはい、ここから長いトンネルの背景になるトンネル抜けると雪国か天国が待ってるんでね、うんうんうん、最後までちょっと聞いていただければと思います、はい、ではまずはその4つの超巨大爆弾の1つ目から、はい、もう早速いきたいんですけど、おーおー、これは爆弾ね、はい、うん、超巨大爆弾の一つ目は、はい、ズバリもう今世界が抱えている最大の爆弾の一つが、うん、さっきちょっと言いましたけどドイツ銀行問題です。来ましたね、うん、ドイツ銀行、ドイツ銀行問題です、うん、これはもうめちゃくちゃ大きいし外せないテーマ、うーん、でドイツ銀行とはじゃあ何かというと、はい、まあ、ドイツ銀行って名前だけ聞くとなんかちょっと国の銀行というか日本銀行っていうところの、うんうん、中央銀行のようなニュアンスに聞こえちゃうかもしれないですけど、うんすね、うん、これは普通の民間の銀行です、うんうん、ドイツ銀行っていうのは民間の銀行ですね、うんうん、日本銀行は、中央銀行ですけど、うんうん、ドイツ銀行はもう民間の銀行、うん、だから、三菱東京 UFJ 銀行とか三井住友銀行とか、うん、みずほ銀行と、まあ、並び的には一緒っていう意味です ね、 一緒ですね、民間という意味でね、うん、っていう一般の銀行です、うんうん、でこれはこのドイツ銀行っていうのは今例えば世界の為替の 16% を扱っている、うん、まあ、世界的に見てもトップクラスの超巨大な銀行、うん、超巨大な民間銀行なわけですね。そうそうですね、超巨大な民間銀行ですね、うん、で今そのドイツ銀行がもう経営破綻しそうというのがだんだん表沙汰になってきました、はい、うんうん、でこれはねその規模はどれ、まあ、銀行の経営破綻なんてまあ世界的に見たら、うん、まあまあ、いくらでもね、あるから、うん、そんなにお、まあ、大きいニュースですけど、うん、じゃあ何がすごいのかっていうとその規模なんですね、はい、このドイツ銀行の規模っていうのが実はちょっと前にあったリーマンショックあったじゃないですか、はい、あの時も株価も下がったし、うん、世界経済もガーンと下がって、はい、もういろんなことが大変になりましたよね。大変になりました、うんうん、僕も吹っ飛びましたけどね2000万です。奈良富士さんもやられたリーマンショック、うんうん、大変でしたでしょ。大変、まあ、投資家にとっては大変な思いが多い、うん、ある人が多いと思うんですけど、うん、でもドイツ銀行っていうのはその時のリーマンショックの約100倍の勢いがあると言われます。100倍、うん、あの時の100倍です、うんうん、意味がちょっとよくわかんないです正確に言うと約93倍なんですけど、はいはい、じゃあ何が大問題かというと、うん、いわゆる、ね、デリバティブ、うん、金融派生商品っていうのも大量に持っているんです。ドイツ銀行っていうのはあのリーマンが抱えまくった、そうあれと、まあ、ちょっと、まあ、微妙に違いますけど、まあ、あの系統的な一緒ですね、うん、へー、うん、でドイツって国ね、うんうん、ドイツの国の GDP が今約4兆ドルなんですね、はいはい、まあ、1ドル分かりやすく100円にしたら約400兆円の GDP、うん、はい、国ね、うん、ドイツっていう国の GDP が400兆円、うんうん、一方そのドイツ銀行ね、うん、これ一つの普通の民間銀行、うん、一般の銀行が持っている今その全デリバティブが約75兆ドルなんです、うん、つまり7500兆円なんです。おい、世界一の規模なんですね。つまりドイツの国の GDP の約19倍のデリバティブを一般の民間銀行一つが持っているんです。でちなみに僕たち日本の国の国家予算が今96兆、7000億ぐらいなんで、はい、まあ、もちろん細かいですけど数字は、うん、だから約77倍です。おで、ドイツ銀行は日本の国家予算の77年分のデリバティブを持っているんです。それが吹っ飛んだらどうなんのということです、うん、だからリーマンでお金が吹っ飛んだ額が約80兆円と言われています、はい、なので2桁違うんです。ドイツ銀行は7500兆円のデリバティブ、うんうん、リーマンの時吹っ飛んだのが80兆円、はい、2桁違う、つまり、はい、これ単純にやると93倍になるんですね。はい、うん、もちろんどうするどうしようだから僕は一昨年ぐらいからずっとドイツ銀行やばいって言ってるのはそういうこと、うん、なるほどね、うん、もちろんこれあくまでも目安で、ね、それ全部が全部ダメになるわけじゃないんで、うん、そのまま全部がマイナスになるとかじゃないんですけど、そうですね、でもこれでもその一部でもちょっとダメになったら大変なことになるってことです。そうですね、うん、一部つってもそんななんか80兆ぐらいは全然ありそうですね。そうそう、あるし、まあ、さっき言ったら全部つながってるから、はい、どうせ連鎖してどんどんダメになっていくんで、特にデリバティブなんていうのはね、うん、
でそのリスク規模はもう超ド級すぎると、とにかくそういうニュアンスを掴んでください、はい、なるほどな。ちょっと超初心者の方のために、はいはい、デリバティブっていうのを50文字以内で説明してもらっていいですか？これはね、もう金融派生商品って言って、いろんなすごい難しい数式とかを組み合わせて、うん、儲かるようにしている仕組みのそういう商品なんですよ、うんうん、だからこれ自体を分かるためにはすごい難しい数学とかオプションとかの知識もいるんで、うん、もう分からなくていいです。デリバティブっていう商品があると思ってください、うん、デリバティブっていうのを、うん、そのまあ、なんかちょっと例えて言うならなんですよ。例えて言うなら、例えて言うなら、例えて言うならどういうことでしょう。だってデリバティブって別に悪いもん、それ自体悪いもん、全然悪くないですよ、ね、悪いもんじゃないじゃないですか、はい、うんうん、でもそのデリバティブを抱えすぎるとやばいんだっていうのを、うん、皆さんにこうちょっと伝えたいわけですよ僕は。あ、別にだから株と一緒ですね、うん、株も別にもな、例えば7500兆円分の株持ってても全然いいじゃないですか、うん、いいですね。でもその株一個一個の会社がちょっとやばくなってきたなったらやばいでしょ、うんうん、やばいですね。そういう感じ。デリバティブもいろんな、まあ、すごい複雑で、本当にGoogle で検索してもらって、その元になっている数式とか見てもらって分かりますけど、何書いてか分かんないぐらい難しい、うん、説明文読んでも何書いてか分かんないぐらい難しい商品なんで、なかなか簡単に説明できないんですけど、うん、要はいろんなものを組み合わせているんで、まあ、デリバティブ自体は何の悪くもないんですけど、うん、その元になっているものがだんだんやばくなってきているから、そのデリバティブ自体に大きな損失を抱える可能性があるってことですね。なるほどなるほど、うん、まあ、リーマンの時はその元のところがもともとおかしかったんですよね。もともとおかしかったです、うん、それで、あ、もうちょっとこの話やめよう、ちょっと面倒くさくなってきた、ね、さっきの言った株と一緒で、うん、その株 の例えば七不思株式会社の株を、うん、100億円持っています。はい、それ自体別に問題ないです、うん、でも七不思株式会社はちょっと経営がやばくなってきたと、まあ、潰れちゃう、潰れちゃう、そう、うん、そんな感じです。なるほど。デリバティブはいいんですけど、デリバティブ その組み合わせの商品の先がちょっともうだんだんやばくなってきた、うんうん、なるほど。それが7500兆円あって、うん、まあ、その元のや株式会社たちがもう潰れていくような、うん、潰れてそうなイメージね、イメージ、ね、あくまでニュアンス、うんうん、分かったかな。じゃあ次の話ちょっと聞いてまでもしかしたら分かるかもしれない、もう少し分かりやすいかもしれないんですけど、はい、じゃあそのうちどんなんがあるかっていうと、うん、そのドイツ銀行っていうのは実はギリシャ国債の CDS っていうのを取り扱ってるんです、うん、これはもうすっごい簡単に言うと借金の肩代わりにするような保険というかそういうもんですね、はい、まあ、もうここも深入りすると分からなくなるので、もうふわっと、ふわっと、ね、ふわっとでいいです全然、まあ、国債をいっぱい持っているっていう、国債の、まあ、CDS っていう肩代わりしているってことですね、うんうん、まあ、ふわっとでいいです、ふわっと、うん、ニュアンスだけ、規模のニュアンスだけ使わんでもらったらいいんで、はいはい、なのでギリシャが破綻したら、はい、大量 の, その保険金の支払いで、うん、最低でも50兆円の損失が出るんです。50兆円、うん、だからドイツ銀行はだから、ギリシャのギリシャの国債を買った人がいます、うん、でもギリシャやばいから、うん、その万が一倒産した時にの保険みたいなのを売ってたんです、はいはい、まあ、簡単に言ったらですよ、はいはいはい、それが、まあ、デリバティブの一つであって CDS というものなんですけど、うんうん、じゃあ ギリシャが実際破綻したらその保険金払わないんですよね、うん、保険売ったんやから、うん、その保険金売るだけその額が50兆円なんです。なんてことだ、別にそれ自体は悪くないでしょ。悪くないけど、ギリシャ国債の、うん、まあ、言ったらめっちゃ簡単に言った保険を保険、うん、保証しますって言っただけなんで、はいはいはい、悪くないけど、うん、元になってたギリシャがやばくなってきて、はい、要は発行しすぎたのもあって、うんうん、やばくなってきたと。なるほどね。だちょっと前の実はギリシャ危機の本当の正体っていうのは、うんうん、ドイツ銀行問題だったんですよ。なるほど、うんうん、だよく言われたようにギリシャの経済自体は、うん、日本でいうとちょうど埼玉県ぐらいなんですね。お、埼玉県のあれが、20兆円ぐらいだね年間、うんうんうん、ほぼ同じ規模なんですよ。へー。でもう少し近い都道府県でいうと、うん、千葉県が 19.5 兆円、ほうほう、北海道が18兆円、うん、福岡県が 17.6 兆円、うん、より少し より少し大きい経済圏がギリシャなんですね。へー。じゃあ日本の近くやったら県になってるような感じですね。あ、経済規模で、経済圏的に言うと、はい、で僕らが住んでる今いるここ大阪は39兆円なんで、大阪の方が経済規模大きいんですよ。あ、そうなんだ。ギリシャよりね。へー。でさらに言うと、うん、ギリシャ経済が EU 全体 の GDP に占める割合はたった 2% なんですよ、うん。2%, な, 2% なので、まあ、言い切ってしまえば言葉悪いですけど、うん、ギリシャだけの問題で言うと、もうヨーロッパの小さな片田舎で起こっている問題に過ぎないって言ってもいいぐらいの規模なんです。なるほど。その規模だけ、経済規模だけで言ったらね、
だからつまり、うん、万が一そのちょっと前にあったようにギリシャが破綻しても、はい、言われていたほど世界経済に影響はないんですよ。うーん、じゃあなんでって言ったら、まあ、ドイツ銀行という話ですね。そうそう、だけどね、そこそうなんです。なんじゃあなんで問題かって言ったら、ギリシャが破綻したら、うんうん、ドイツ銀行も連鎖的に破綻するんで、お50兆円きますもんね。50兆円きますし、それをもとにいろんな問題が お金が払えないとかいろいろ起こってきて、うんうん、結局7500兆円のデリバティブ全体にいろんな影響を及んでくるから、はいはいはい、もう絶対にギリシャを潰せなかったんですよ。もうドミノの最初のやつね。あ、いいこと言った。そういうこと、世界経済つながってるのはそういうことでもあります。うん、もう埼玉県規模やけど、そうそうそう、経済規模だけ言ったらちっちゃいのに、なんであんだけ大騒ぎしたかって言ったら、うん、バックにはドイツ銀行が大量の CDS を持ってるっていう問題があったんですね。ここまで多分日本のメディアで報じてとかあんまないでしょ。はい、そうですね。うん、でもこれは本当の話なんですよ。へへへ。だから EU 諸国はギリシャを見捨てられなかったんですよ。でギリシャ もうそれがなんとなく分かってるから多分調子乗ってたんですよ。はい、どうせ俺らを見捨てられないだろうみたいな雰囲気やったでしょ、うん、あれそういうのも一部あるらしいですね。いやギリシャの雰囲気俺あんま知らんけどっていうのもあるみたいですね。そっかそっか、うん、へえ。うん、もう潰せれないわな。そうそう、そういうことです。え、ドイツ銀行ギリシャだけ、そのうん、それはもういろんな国にやってます。あ、そうなの、うん、そうです。じゃあどこが潰れてもあかんっていう状態になってるやん、ドイツ銀行。それはありますね。へー、だからさっき言ったように世界経済つながってるから、うんうん、どっか潰れても全然ダメになります。まあ、その一つが最近のことがギリシャやったってことですね。なるほどね。ちゃんとせえよドイツ銀行ドイツ銀行だけの問題じゃないですけどで実際昨年の11月にドイツ銀行はもう3万5000人、はい、全従業員の 25% をリストラしました。マジっすか。で今年1月に株価がもう 40% 下落しました。マジっすか。うん、ってことはすでにもう表面化してきたってことです。ほんまや、うん、ちょっと待ってよ、 25% 社員くのを首切るってめちゃめちゃなことやん。めちゃくちゃなことですよ。うん、うん、普通の会社やったらもうやばいやん。そう、もうそういうことですで、まあ、これはさらにこれはちょっとこれはもう余談ぐらいで聞いてほしいんですけど、うんうん、ドイツ銀行がやばいって初めてレポートが出たのが、はい、リーマンがやばいってレポート出た日と全く同じ日なんですよ。そうなん、うん、これはまあ合わせてきたと思うんですけど、うんうん、そういうちょっとなんか面白いというか陰謀論的な話もあります。へえ、うん、レポートって誰が出したのそれ。同じ人が、うん、リーマンやばいって言った人が。へえ、でリーマンはもう数年前に潰れて、はい、でドイツ銀行はまだ持ってたわけ。まだ持っているわけです。あ、もうダメだなこれただね、その、ドイツ銀行は今ドイツの首相であるメルケル首相の最大の支援者の一つであって、うん、まあ、その意味でも、まあ、国がもうなんともう潰せないからね、うんうん、言うてもドイツ銀行潰したら 全世界に広がっていくんで、うん、なんとか破綻させないように、うん、債務を例えば別の銀行に移してその別の銀行も潰す形で生き残らすとか、はいはい、そういうふうな対策が今進んでいます。その銀行潰したら生き残れるんかな。要は、ま、な不良債権を別のところが振り分けて、はいはいはい、そっちだけ潰して残したような、まあ、ちょっとイメージですけど、うん、そんな感じでなんとかしようとしてます。もちろん当然ですけど、うん、でただこの規模の経営破綻はもう歴史的にないんで、はい、最悪のシナリオでもし破綻した場合本当にどうなのかはもう全く読めないです。へえ、もうちょっと頑張ってるドイツの人っていう問題がもう世界の爆弾の一つね。へえ、うん、ただね、怖いことにドイツには実はもう一個問題があるんですよ。それがフォルクスワーゲンの問題。ほう、去年の9月ぐらいですね、2015年9月ぐらいにアメリカのディーゼル排気ガス規制の、まあ、不正が発覚して、はいはい、もう世界的に信頼なくなりましたよね。そうですね。で、そのアメリカ政府からの制裁金がフォルクスワーゲンに対して約2兆円、うん、で世界中の株主とか、まあ、お客さんからの集団訴訟などの賠償金で、うん、その1000万台ぐらいのリコールですね、うん、の費用などで約10兆円の損失って言われています。で自動車会社っていうのはたくさんの関連企業、下請け企業があるから、うん、もう一大経済圏になるんで、はい、これはフォルクスワーゲンだけの問題じゃなく、もう EU 全体の EU 経済全体に関わる大不況につながりかねないってことですね。なるほどね、うん、だから実際、フォルクスワーゲン救済のためにメルケル首相も1兆円融資したりとかしてます、うんうんうん、1兆円融資、うん、あ、個人的に。個人じゃないよ、国でね。あ、よかったどんだけ金持ちやねんかぶったからかもったからということですけど、うん、まあ、フォルクスワーゲン問題抱えてる、はいはい、でさらにフォルクスワーゲンの大株主がドイツ銀行なんです、う
やばいことしてるな。だから本来ならフォルクスワーゲンの株売ってお金に換えたいのに、うん、フォルクスワーゲンも株が下がってるから売れないとか、うんうんうん、いろんなもう問題が積み重なってます。へえ。だから今ドイツで起こっていることを分かりやすく例えると、はい、まあ、日本に置き換えてみたらですけど、はい、日本に置き換えてみると、例えば、うん、東京三菱 UFJ 銀行と、うん、トヨタ自動車がもう倒産しかけてると。もうね、やばいでしょ。国の一大事ですね。そうそうそう、うん、傾いてますわ、まあ、東京三菱と、一番大きい銀行東京三菱と一番大きい自動車会社のトヨタが、うん、倒産しかけやったらもうやばいでしょ。やばいですね。そんな感じなんですね。ってことです。あーが、うん、なのでどうしよう。ドイツ銀行問題は、はい、すごい大きい問題なんで、これからも引き続き注意してみていく必要があります。なるほど。ということですね、はい、うん、これからでもこれを見ていただいた方は、うん、そういうドイツ銀行がのニュースとか出たらね、そうそうそう、チェックしてもらわないと、他人事じゃないことが分かってきたかな、うんうん、他人事じゃないですよね。多分リーマンショックも別に投資とかしてない人でもいろんな影響あったと思うんですけど、うん、その100倍ぐらいのなのかもしれないから、うん、ちゃんと注意してみておかないと、投資だけじゃなくて自分の仕事とかいろんなところに関係してくるので、はいはいはい、そこは注意必要ですね。なるほど、はい、では次に、はい、ドイツ銀行以外にもヨーロッパ EU には他にもマイナスのように爆弾があるんで、ちょっとそのお話をしたいと思います。この神尾 TV では語れない神尾寮が30億円以上稼いだもっと深い秘密をメルマガで公開しています。株や FX、 ビジネス、自己啓発や潜在意識など全てのノウハウです。もちろん完全に無料ですので、ぜひあなたも今すぐ神尾寮オフィシャルメンバーにご登録ください。また Facebook や Twitter もやっています。動画の下にある説明欄からぜひフォローしてください。